ャニアでーす。ってことで、マーベルコロシアムに、X メンコロシアムの最適性周回編成、シバドラ編成とヘンリー・ヘンダーソン編成を紹介していこうと思います。まあ、特に今回ね、ヘンリー・ヘンダーソンが早いんですけど、シバドラもですね、まあ楽に周回はできるかなと思います。時間はちょっとかかりますね。はい。で、かなり報酬が美味しいね、コロシアムとなっております。で、1と2ね、全く報酬被ってませんので、自分のやりたい方をやるのがいいかなというふうに思います。はい。ということで、早速ですね、周回編成紹介していこうと思います。もしよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。特にね、高評価だけでも押してくれると嬉しいです。なるべくね、皆様が楽しくできるように組める編成を紹介しようと頑張っておりますので、ぜひともね、高評価だけでも押してくれるとモチベーションになるし嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、報酬なんですけど、報酬今回ですね、こんな感じになっております。はい。まあ、2分台で周回できて、で、キラーですね。はい。で、あとはですね、6枠潜在2つ、枠解放2つ、遅延耐性2つにスパの絵でございます。はい。で、1個目の方の報酬がこんな感じですね。はい。同じく2分で周回できて、玉ドラとか P とか進化素材とか、あとね、育成経験値ですね。まあ、個人的にはね、やっぱ育成経験値が欲しいので、1の方がね、好きなんですけど、人によってはですね、2の方が美味しく見える方もいらっしゃると思います。これはもう人によりますね。はい。なので、自分に合った方、もしくは両方ですね、周回しましょう。私は1を周回する予定ですけど、まぁ、ちょっとですね、まぁ、遅延耐性とか集めてもいいかなと思っております。あと、キラーね。はい、キラー落ちるのもいいかなって感じで、まぁ、2もちょっとやりつつ、1をね、基本的にメインでやっていこうかなと思います。はい。ということで、はい、今、報酬も見たところでですね、早速編成紹介の方をやっていこうと思います。いつも通りですね、はい、最初にシバドラ編成を紹介して、その後にですね、こちら、ヘンリー・ヘンダーソンの編成を紹介していこうと思います。はい。ということで、見てください。どうぞ。さあ、ということでやっていきましょう。マーベルコロシアムに、X メンコロシアムのシバドラ編成でございます。まず1階層ですね、ここ、黒より打って1ターンヘイストでシバドラを貯めてください。で、シバドラ打ってずらし突破ですね。で、バインド飛んできますが、別にシバドラ、どれかね、バインドされてもどれか打てますから関係ありません。はい。ということで、これで突破していきましょう。はい、OK です。で、こっからですね、黒よりはループになります。はい。さあ、続いて2階層ですね。2階層をシバドラ打って、ずらしで殴ってください。1階層でバインド食らってても、もう帰ってきます。はい。さあ、では、ずらしてこれで突破していきましょう。はい、OK ですね。いいですね。突破していきます。はい。さあ、続いて3階層でございます。3階層ですね。ここ、無効貫通の敵が出てくるので、はい、ここですね、ジョナサン撃ってください。で、殴っていきましょう。はいと。さあ、ジョナサン。いいですね、ずらしということで、これで突破していきましょう。はい、OK でございます。さあ、続いてです。4階層ですね。4階層ここね、闇ロック目覚め、そして火ロック目覚めでね、盤面ロックになっちゃってますので、ここでマグニートを撃ちましょう。はい。で、シバドラ撃ってですね。で、非吸収は耐久になります、ここ。はい。なんで、シバドラ3回分撃ちましょうね。はい。まずは1回目のシバドラ。これ撃ってですね。はい。待ちましょう。はい。と。で、2ターンヘイストでマグニートはもう溜まってますね。はい。だから次の回数もマグニート使うんでね。まあ別に2ターンヘイストなくても溜まるんですけど、3ターン耐久するからね。はい。さあ、ってことでもう1回シバドラ撃ってずらしと。これで非吸収が終わります。はい。よし。さあ、ではですね。はい。シバドラ撃って倒していきましょう。はい、シバドラずらしといいですね。これで突破していきます。はいと、よし、 OK でございます。さあ、続いては5階層ですと。さあ、5階層ですね。ここマグニートを撃ってください。で、ロック目覚めを上書きします。で、シバドラ撃って倒していきましょう。はいと。さあ、マグニートロック目覚めを上書きで、シバドラを撃ちます。はい、シバドラと、よし。あとはずらすだけですね。はい、ずらして、これで突破していきましょう。はい。さあ、シバドラって言いましたね。すいません。ジョナサンですね。はい。マグニートを撃ったから、ジョナサンですね。はい。無効貫通の敵だったんで、はい、すいません。ジョナサンを撃ってください。言い間違いでした。すいませんでした。はい。で、続いてです。続いて6階層ですね。6階層、ここ水属性の敵なので、ここはですね、はい。2パンしていきましょう。で、黒よりね、撃ちましょうね。はい。黒よりはループでございます。まあ、多少ね、今ね、私、ループ途切れたと思うんですけど、途切れてても大丈夫です。はい。まあ、HP ね、ちゃんとダメージ受けるときに回復してやればいいっていうことですね。はい。多少ね、忘れてても大丈夫でございます。はい。さあ、ということで、これで2パンしていきましょう。はい、OK です。ということで、続いては7階層ですね。7階層ここですね。はい。またロック目覚め来ますので、マグニートを打って上書きしながら、シバドラ打って殴っていきましょう。はい、マグニート。からのシバドラです。はい、シバドラ。よし。いいですね。これで突破していきましょう。はい、OK。ということで、続いては8階層でございます。
8階層ですね。ここも芝ドラ打ってずらして殴っていきましょう。はいと。さあ、行きましょう。芝ドラを打ちます。ずらしますと。いいですね。これで突破していきます。はい、OK ですね。ということで続いては9階層です。はい、9階層ここですね。マグニートを打って、芝ドラ打って、また殴っていきましょう。はい、盤面ロックされますが、マグニートで返せます。はい。で、ルーレット注意してくださいね。はい、ルーレット変わってからシバドラを打ってずらし、これで突破していきましょう。はい、OK です。さあ、ということで、ラスト最終ボスでございます。ここもね、シバドラ打って、シバドラ打って、通パンしていきましょう。はい。さあ。では、シバドラを打ちましょう。はい、で、ずらしですね。これでまずは、超根性まで削っていきます。はい、で、敵の半分行動もね、そんな強くないんですね。はい。なので、特にですね、黒百合がね、もしずれたとしてもですね、受けれると思います。はい。さあ、ということで、また、どなた、芝ドラ打って、ずらしで、これで殴って突破していきましょう。はい、OK。ということで、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オン、よろしくお願いいたします。立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、内容解説、やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、マグニート、シバドラ、シバドラ、シバドラ、黒よりジョナサンです。必要 HP は特になくて、必要スキブが16、バッチは自由ですね。リダフレ逆は NG です。本体代用のための役割なんですけど、まずマグニート、こちらリーダー枠でロック対策となっております。あとお邪魔耐性ですね。そしてシバドラ、こちらは超つなげループ。黒よりは自動回復ループですね。インディックスとかウルバリンとかクリスマスセリカとか嫁有利で OK です。そしてジョナサン、こちら無効貫通と火力枠となっております。正月紙結びをリーダーにして無効貫通回層は耐久するのでも全然 OK ですね。その場合は黒よりはちゃんとループするキャラにする必要があります。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いいたします。続いて、ヘンリー・ヘンダーソン編成紹介していこうと思います。さあ、ということでやっていきましょう。最速最適性のヘンリー・ヘンダーソン編成でございます。ということで、まず1回層なんですけど、早速ヘンリー・ヘンダーソン打ってずらしですね。コンボ加算ないので、爆速で飛んでいきます。はい。ということで、続いては2回層です。2回層もヘンリー・ヘンダーソン打ってずらしで殴っていきましょう。はいと。さあ、ヘンリー・ヘンダーソンずらし突破していきます。さあ、ということで続いてですが、3階層ですね。3階層ここ、アーニャたち撃ってもらって、マイティーソーを撃って殴ってください。はい。で、ロック目覚め関係ないですね。はい。さあ、アーニャたち撃って、で、マイティーソーです。で、ずらしで殴っていきましょう。はい、OK ですね。突破していきます。はい。さあ、続いては4階層でございます。4階層ここですね。ヘンリー・ヘンダーソン撃って殴っていきましょう。はいと。さあ、アップしてくれるんで、ここでヘンリー・ヘンダーソンをまた撃ってずらし突破していきます。はい、OK。続いて5階層ですね。5階層ここ、ヘンリー・ヘンダーソン撃って、マイティーソーを撃って殴っていきましょう。はいと。さあ、無効貫通。はい、ヘンリー・ヘンダーソン、マイティーソー。で、また突破していきます。はい、OK。いいですね、突破です。さあ、続いて6階層です。6階層ですね、ここ、ウルバリン撃ってください。で、アーニャたち、撃って殴っていきましょう。はい、ルーレット。はい、ウルバリンでロック解除からのアーニャたち、撃って、蝶つなげ生成して、ずらしで殴っていきます。はい、OK ですね。これで突破していきましょう。さあ、続いてです。続いては、7階層でございますね。7階層、ここ、ヘンリー・ヘンダーソン、撃って殴っていきましょう。はい、ロック目覚め。ヘンリー・ヘンダーソン、ずらしですね。はい、OK です。さあ、これで突破していきましょう。続いてです。はい、8階層ですね。8階層ここ、ヘンリー・ヘンダーソン、撃って、ずらしで殴っていきましょう。はいと。よし、ヘンリー・ヘンダーソン、6階上、ずらし、いいですね。突破していきます。はい。さあ、続いて9階層です。9階層ですね、ここ、ウルトラマン、撃ってください。で、1コンボ2回した後に、ヘンリー・ヘンダーソンで突破していきます。はい。さあ、ではここでウルトラマン撃って、遅延かけて1コンボしていきましょう。1コンボ。さらに1コンボと。よし。で、ヘンリー・ヘンダーソン撃って、ずらしで殴って突破していきましょう。はい、OK です。ということで、ラスト10回層でございます。はい。さあ、ここはですね、ヘンリー・ヘンダーソン撃って、アーネたち撃って、終わりでございます。2パンですね。はい、ヘンリー撃って、ずらし。まずはこれで超根性まで削って、はい。最後ですね、アーニャたち、撃って、殴って、ずらして、終わりでございます。ずらして、殴ってですね。はい。さあ、アーニャたち、
はい、ずらし。よし。ということで、これでおしまいでございます。はい。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、内容解説、やっていこうと思います。いつも通りに代用の前に編成紹介すると、ウルヴァリン、ヘンリー・ヘンダーソン、ヘンリー・ヘンダーソン、アーニャたち、マイティー・ソー、ウルトラマンです。必要 HP は特になくて、ウルヴァリンとね、マイティー・ソーがこれ HP 持ってくれてるからですね。必要スキルは6、バッチは攻撃バッチですね。リダクレ逆は NG です。本体代用のための役割なんですけど、まずウルヴァリンはこれリーダー枠ね。で、ヘンリー・ヘンダーソンは超つなげループ。アーニャはダメージ上限アップと超つなげ生成ですね。そしてマイティー・ソー、これ無効貫通とお邪魔耐性とステータス枠ですね。で、ガイアです。ウルトラマンガイア。こちら火力枠と遅延となっております。で、ガイア一応ですね、これ覚醒開けてないんですけど、開けても OK です。枝豆が増えるだけです。はい。ということで、以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。